ポンサン・マルタンは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、ロアール・アトランティック圏のコミューン。県内におけるポンン、ポンサン・マルタンの一ポンサン・マルタンは、歴史的なブルターニュの一部であり、伝統的な地方区分ではペイドレ、歴史的な地方区分では、ペ南ナンテに属する。町は、オニョン川が流れており、グラン・リューコの北東に位置する。なんとの13キロメートル南。 サンフィルド・グランリューの1 2トル北にある。2010年に INSEE がまとめた順位表によれば、ポンサン・マルタンは都市圏に含まれる都市型コミューンである。南都都市単位を構成する南都の万ンリューである24のコミューンの一つであり、南都都市圏の一部である。境界を接するコミューンは、ブゲネ、ルゼ、レ・ソリニエール、ルビニョン、ラ・シュブロリエール、そして、 サンテニャングラン流である。ポンサン・マルタンの名はベルトゥーノ・セイ・マルティノスという修道士の伝説から来ている。彼はブルターニュとバポワトゥーを結ぶ橋をポンサン・マルタンのオニョン川に架けたのである。この伝説はコミュームの紋章に描かれている。コトーデル・ゴージュのブドウ畑特定の場所の地名はローマ人の存在を示している。コミュームの中にはカン・リュネまたはルカン、 で、ロマンといった地名がある。ポンサン・マルタンは、バンデ戦争に巻き込まれた。住民の18%が戦争で命を落とし、住宅も破壊された。1832年のブルボン王党派判断で、南東を訪れていたベリー公爵夫人は、ポンサン・マルタンの農家に隠れているところを発見された。1865年5月、ポンサン・マルタンかられ、ソリニエールが分離して新たに、 コミューンとなった。ソースイコール1999年まで、LDH, イヘス、カジニー、2004年以降、INSEE、ミュースカでの生産を含むワイン生産が行われる。園芸農業も重要な経済活動である。ありがとうございます。